はい、皆さんこんにちは、諸徳です。クロスローズイン、続きをねやっていきましょうか。現在のねお店の評価は7ですね。お金大ピンチですね。131ゴールドとなっております。お金をねどん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 貯めつつ、このお店のね評価を上げていきたいですね。我々のお客さんとしては主に2タイプですね。貧乏人とゴロツキがいるということかね。で、貧乏人からの評価はかなりいいので、今回ね、ゴロツキの評価を上げるように、まあ、例えばね、レイアウトなんかを変えていこうかなと思います。あとはね、このウェイトレスの働き方なんですけど、もう少しね、改善できる可能性があるので、ちょっとね、トライしていきましょうか。何が何でもテーブルのね、オーダーを取ってもらいましょう。そしてクリーニングなんですけど、これはね、なしにしておこうかな。あとはね、ベッドを借りたい人のためのサービスですね。これもね、プライオリティガッと上げておきましょうか。そして巻物ゴシップなんですけども、これはちょっとね、ローにしておこうかな、低く。そしてインキーピング。これはね、いろいろ食事、細かい軽食なんかを作ったりするやつ。これもね、優先順位を上げとくということで、現在ね、ウェイトレスがね、3人いるので、同じようにね、振っていこうかなと思います。はい。ということで、早速ね、サクッと3人ね、全部合わせておきました。これでオーダーをね、かなり取りやすくなるんだと思うんですね。あとね、こちらお客さんのね、ニーズを見てみると、結局このプアサービスって何かっていうとね、オーダーをね、取りに来るのが遅いよっていうことなんですね。あと、メニューのね、価格が安いことによって評判もね、上がるみたいなんですよ。なので、価格見直しですね。例えばゲストルームですけど、ゲストルームはまあいいか、ね、41ゴールドでいいかもしれないですね。ニコニコマークしてます。そして、メニューですね。一個一個ちゃんと見ていきましょう。顔がね、普通の顔になっちゃってるんで、これをね、ニコニコマークまで下げていきましょう。51ゴールドですね。で、ビールもね、若干下げていくということでね、嫌なんだけど29ゴールドですね。あとはこちら、ワインも下げていって31ゴールド。で、ブレッドスープですね。これも下げていきましょう。ぐーっと下げていって、こんな感じかな。59ゴールドにしておくと。これでね、だいぶね、評判ね、上がると思うんですよね。あとは直近ね、どうしてもお金が必要。そして在庫なんですけど、見ていくとワインがね、足りないんだよね。あとろうそくもね、足りない雰囲気があるので、ここはね、ちょっと英断なんですけど、一つね、テーブル売っちゃおうかなと思いますね。よいしょと。ポンポンポンとこんな感じで売っておく。そうするとね、896ゴールドが捻出できたので、サクッとね、ゲットしておきましょうか。ろうそく5個だよね。あとはワインだよね。このね、場所がね、安いと思うんですよ。10個ですね、合計。そしたらば、値切りしましょうか。一応ね、エコノミックゴシップが10個ありますので、2回値切れるね。そうすると760ゴールドになりました。よし、お買い得ですね。よしよしよし、これによって直近の物資はね、安定すると思うんだよな。必要以上に何かね、物を買い込むっていうことは必要ないと思うんですよね。あとは在庫ちょっとチェックして、これね、畑で採れたね、株ですね。これも見張るようにしておきましょうか。あとはね、メディスン、薬ですね。ハーブだと思うんですけど。これらをね、我々どうやって今後ね、活用するかっていうのが一つのね、キーワードになるんではないでしょうか。さあね、進めていきましょう。アウトローが好む酒場っていうのはどういうのかというと、装飾をね、アウトローが好きなものをね、揃えるということになるんだと思うんですよね。もうちょっとやっぱりお金がたまんないとね、そこら辺がうまくいかない。なんとかね、今回中に評価はね、一つ上げていきたいなと思っております。あとこちらなんですけど、バスタブなんですが、全くね、使われないんだよな。ちょっと設置するのが早かったのかもしれない。ということで、一回ね、これ解体しちゃおうかな。そうするとお金になるんですよね。やっていきましょう。またね、買えばいいと思うんで。セルですね。若干安くなっちゃうのかな。悲しいけど。あと、ここ拡張しちゃったけど、ここもね、試行錯誤になっちゃうんですけど、リムーブしましょうか。そうするとお金がね、そのまんま戻ってきます。よいしょと。これによって2620ゴールドがゲットできました。そしたらば、アウトロー用のね、デコレーションを設置していきましょうか。例えばですけど、デコレーション、こちらですね。アウトローが好きなものは何というと、こちら、前回ね、貼っつけたんですけど、盾だよね。二つ。うん。それ以外はこれ、スカルだよね。骸骨。これをいくつかパンパンパーンとね、設置していこうかなと思います。こんな感じで、どうだろう。
そしてそれ以外盾かな、盾を設置していきましょうかね。よいしょと、こんな感じかな。そして残りの盾も設置していくということで、よいしょと、はい、ピロリロリンとなりましたけど、これは評価が上がったわけではなさそうだ。改めてね、見ていきましょうか。ルームですね。二つ星。今ね、こちらの酒場は二つ星ですね。このね、星というのは各部屋ごとにね、定義されているものだと思いますね。この部屋、酒場はね、少なくともアウトロー向きですよということになりました。あと必要なものとしてもうちょっとね、なんかゴージャスさが必要かもしれない。あとね、星の評価を下げているのが部屋のサイズですね。2倍ぐらいがちょうどいいよと書いてあるんでしょうか。まあ、とはいえなんですけど、アウトローのね、評価じわじわ上がっている感じがします。さあ、そしたらね、この宿屋に関しても、アウトローが好きそうな装飾っていうのをやった方がいいのかな？もしくはアウトローそもそもね、ここら辺に入ってこないのか、ちょっと見ていく必要がありそうですね。あとはそうだ、従業員をもう一人ね、雇いましょうか。ウェイトレスはね、たくさん雇った方がいいと思うんだよね。ありました。はい。46歳ですね。このおばちゃんを雇っておきましょう。よいしょと。そうするとね、間もなく来ると思うんですよね。どっから来るんだろう。こっちから来ましたね。この彼女に関しても設定をね、ちゃんと変えていきましょう。クリーニングはね、やらなくていいよと。ウェイトレスの仕事集中してください。宿屋のね、受付も集中してください。ゴシップはね、少しでいいですと。あとね、インキーピング。お酒をね、注いだり、軽食を作ったりですけど、これはね、やってもらいましょう。これで現在ね、我々の酒場7人ですけど、増えていくんではないでしょうか。楽しみだね。はい。宿屋入りましたね。彼女は多分ね、貧乏人ですよね。ひょっとしたらアウトローは入ってこないのかもしれないね。うん。さあ、どうでしょう。結構ね、人がたくさんになってきました。9人になってきたぞ。よしよしよし。お客さんこっちにはね、ちゃんと入っていないということで、いいですよね。このゲームはね、リリース当初、結構バグがあったんだよね。今もちらほらあるよとは聞くんですけど、まだね、今のところ見えてないかな。さあさあ、頑張れ頑張れ。皆さんね、一生懸命比較的働いているんだと思いますね。そしたらばね、お金がね、若干余裕があるので、ベッド数増やしましょうか。っていうか、いいベッドに変えるっていうのでどうだろうね。この二つ、寝てないので売っちゃいましょうか。寝てるベッドっていうのはね、残念ながら売れないんですよね。人がね、いなくならなければ。で、ここにね、普通のベッドがありますので、こっちにね、グレードアップしておきましょう。二つかな、置いておきましょう。あとは、スタッフルームのベッドもね、変えた方がいいかもしれない。こちらですね。そしたらば、いくつか売っていきましょう。三つ売っちゃおうか。ね。そして三つともこうやって変えていって、徐々にですけども、いい感じにね、していきましょうか。こっちちょっと反対側にしてます。おそらくね、人はね、こっからこう入ってくるんだと思うんですね。なので、ちょっと反対側にしておいております。さあ、どん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 やってください。もう少しね、アウトローが好きそうな装飾にしといた方がいいかもしれないね。この盾とね、骨以外で、アウトローが好きそうなものっていうのは、こういうね、なんかチェーンみたいなやつなんだよね。ただ、チェーンみたいなのは単純にね、なんか部屋を汚しますっていうのが書いてあるんだよな。なかなか難しいな。あと、大きいお金としてはこちらだよね。獣の毛皮だよね。これをドカーンとこう設置するのもいいんだけど、今時点ではね、これ設置してしまうと人がね、ここ通らないみたいなんだよね。多分一つのバグだと思うんですけどね。はい。ということで、引き続き無難なのはやっぱりこういったものを揃えていくということだと思うんで、またね、売っちゃうこともできると思うのでね、一回ね、これをどん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 設置していきたいと思います。よいしょ。そしてこれかな。よいしょ。よいしょと、こんな感じに設置しておきましょうか。これでかなりアウトローね、大好きだと思うんだけど、いや、そうでもないのかな。なんか評価がちょっと下がっているのかな。もう少しね、様子を見ていきましょうか。はい。そしたらばアウトローが入ってきましたよ。少なくともこちらの数字上で言うと、このね、外観がどん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 良くなっていることがわかりますね。あとこれ二つ星だったのが二つ星派にね、昇進しております。よしよし、いいねいいね。雰囲気としてはいい感じがします。下のタイルもね、変えたりするのもいいかもしれないんだけど、タイルはね、あんまりね、評価には関係ないらしいんですよね。さあ、それでは一生懸命皆さんね、働いてください。結
構ね、このね、ちゃんとね、動きのマークがあるので、と思ったら、おい、暗くなってる。やばいやばい。ろうそくあるからね、早めにろうそくをね、灯してください。さあ、はい、ろうそくを灯しました。男二人がね、一生懸命ね、天井に吊るしてある照明ですね。これのろうそくを入れ替えております。よしよしよし。おそらくね、クレームはないと思うんですよね。見ていきましょうか。やった。価格が安いですということで、高評価ですね。10ポイント。よしよし。このね、ポイントが重要なんですよね。例えばね、オーダーが遅かったり、価格がね、高かったりすると、これがマイナスになるんだよね。結局、これがね、評価につながるんですよ。我々のお店のね。うん。さあ、皆さん、雑談もしております。おそらくね、この雑談も非常に重要だと思います。あとね、何よりね、従業員がちゃんとね、レベルアップすることも重要ですね。そうすると、従業員がね、素早く動いたりね、スタミナがね、増えたりするんですね。あまり疲れやすくなくなるっていうのかな。現在はね、夜明けでしょうか。だんだん明るくなってきた。やった!そしたらば評価上がりましたよ。よしよしよし。お店のね、評価が8になりましたね。早速、研究開放していきましょうか。ね、そうしましょう。よいしょと。さあ、今回ね、何を開放しましょうかね。暖炉も魅力的なんだよな。あとこれね、ウォッシャーですね。いわゆるね、皿洗い。今はね、皿洗いをするときに単なるね、バケツ使ってるんですけど、もうちょっとね、近代的なものだと思うんですよね。これで効率を良くする。その先のアンロックを見てみると、いろいろね、重要な場所もあるんだよな。例えばこれトラベラーでしょ?そして上はね、町の人たちだよね。で、このハープみたいのは何かっていうと、吟遊詩人なんだよな。吟遊詩人をね、今後雇うこともできるみたいなんだよな。だからここ狙っていくっていう意味では、このウォッシャーを解放していった方がいいかな。ウォッシャーを解放していきましょう。次ね、ここら辺を解放すれば、こちら吟遊詩人をね、アンロックできるという作戦ですね。よしよし、なんか順調ですね。お金は700ゴールドでしょ?ちょうど今まさにこれなんですよね。皿洗い。うん。ボロボロのやつを使っているんで、これをね、一旦売っちゃいましょう。これを売りますと。はい。そしていいものに変えていきましょうか。さあ、この皿洗い器具なんですけど、グレードは4段階か。今1000ゴールドしかないか。ってことはこれだね。強制的にこれになると。うん。たださっきのよりかは効率がいいみたいだな。じゃあ、これをね、ここにサクッと設置しておきましょうか。いや、しかし、800ゴールドは高いな。はい。ということでね、今回はここまでにしたいと思います。なかなか面白いよね。続きが見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひ、いいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それでは。We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty.